稚内の水族館でアザラシの赤ちゃんが誕生しました。お母さんアザラシの横にいるのは生まれたばかりの赤ちゃんアザラシです。稚内のノシャップ寒流水族館で22日ゴマフアザラシの赤ちゃんが誕生しました。あいにくこの日はホワイトコートと呼ばれるふわふわの白い毛が雪で濡れていましたが、愛くるしい姿で訪れた人を夢中にさせていました。赤ちゃん見てどう思いましたか？めっちゃ可愛かった。気持ちよく寝てるところ。昼間は動き回ったりお昼寝したり日向ぼっこしたりと元気な姿を見せてくれているので、ぜひ見ていただきたいです。この水族館は来月1日から28日まで休館となるため、ふわふわの白い毛の赤ちゃんが見られるのは今月31日までです。